どうもテッシーです。今回はこの赤い女というホラーゲームのアプリですね、プレイしていきます。ホラーゲーム初めてでして、というのもちょっと今お盆が近いのか、隣の部屋に住んでいる人、住んでいる人がね今ちょっといないみたいな感じ、長期不在の状態なので、多少ねはっとかビビった声とか出しても大丈夫だろうと思って実況プレイしていこうという運びになりました。でホラーゲームね、パーって検索してなんかいいアプリないかなって言ったら、なんか紹介のところで幽霊の出ない脱出ゲームっていう感じだったので、あ、じゃあ幽霊出ないんだったら余裕だろうと、いつものね軽いノリでこのゲームを選ばさせていただきました。で2017年がね最終更新のようなので、知っている方は知っているかなというゲームでしょうかね。ちょうど動画撮っているのが夏なので、夏イコール肝試しホラーということで楽しんでいければと思います。でこれ前回の続きからっていうのがあるんですけれども、これさっきねアプリ起動したらゲームがね始まったんですよ。でなんか薄暗い場所からスタートという状態だったんですね。眠らされたのか気絶させられたのかみたいな感じだったかな。実際新しくゲームを始めるで早速やっていきましょう。スタートです。てん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 と、そうこんな感じで始まったんですね。実況していきますよと、てん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 、もう実況していきますちゃんとね。こっから、そうこのねちょっと薄暗いじゃないですか。ここはどうしてこんなところにっていうところから始まりますと、こうやってスライドして、ここはトイレ、スライドして見えるとトイレなんですかね。これいやータイルひび割れてるな、だいぶ古いぞだいぶ古いぞと、いやーちょっと待って、開けるの怖いわこれ。ちょっと急にガッてくるのが一番怖いですからね。いきます、ちょっとスマホ離して開けますか。ういーすいつつつついついついと、なんだこれ、これはトランクですか、トランク赤い、これ血じゃん絶対、血ついてるよこれ。はい、キャリーバッグ、はい、でこうやってタップしていって探していくという脱出ゲームなスタイルですね。これドア近づいた、これなんすか、トゥイーンツツーンと赤い手紙、キスマークで封がされている、ほう、あでこれが多分、そうですね、右上のボックスですね、このボックスですね、はい、ボックスなんで2回言った。でここにアイテムが収集されていくと、これ分解ですか、ういー、なんで分解しただけでビビるんだと。写真、男の写真に不気味な女の写真が貼られている、ちょっと早いですね、貼られていると。で鍵、どこかの鍵のようだ、はあ、ということで使うって、これじゃんロックされていて動く、あれ鍵使う、ここじゃないんですかね、これなんですかね、これ気持ち悪いですね。血ですか。で左上のこのライトが、ライトはライトじゃない、キスマークは全部で20個、いろんな場所に隠れています、すべて集めると点点点と、はい。コインの使い道、コインでヒントを見ることができます。コインはいろいろな場所に隠れています。念入りに探してみましょう。なるほど。コインですか。これで、キャリーバッグ上乗っかってる。怖え。おっと。ちょっと待って。一旦戻ろう。これで、ちょっと場所が暗くてよく見えねえんだよな、これな。すいません、先行っちゃいました。暗くてよく見えない。そうなんですよね。で、この、
今洗面台のちょうど下あたり、下になんかホームベースみたいなやつとかがあって、これで移動できるってことだと思うんですよね、多分。これ右押すと、うい、洗面台。そう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 。赤い模様が描かれている。これ向き変えるといきなりガーン、お、なんかある。いきなりガートゥーンと。いきなりガーンってさ、鉢合わせとかマジ怖えから、それはやめてほしいよね。CD ウォークマン。かなり古いタイプのもののようだと。これで CD ウォークマン手に入れたと。3。よし。うっす。画面が変わるだけで怖いと。YQFL。YQFL。よし。ああ、で、アイテム。これよ。CD ウォークマンよ。あ、なるほど。CD ウォークマンと、あれ？写真合成。あ、ブン言われた。合成があるから、こうやって2つ選ぶと、2つ選べるっていうことですね。CD ウォークマン。裏。うい、あ、これ分解じゃない？うい、電池ゲッツ。ナイス。ナイスです。ちょっと待って。これ裏見れる。おっと。あなたの愛を確かめたい。愛ですよね。そうだよな。例に見えたけど、愛だな、これな。愛を確かめたい。なんか写真、不気味な女っていうより、女なのかどうかもわからない。まあ、赤い女なんでしょう。はい、全部赤ですね。赤使われてると。声大丈夫？うっす！これさ、上絶対こいつ覗いてるだろ、ここ。こいつ絶対そうじゃない？犯人だよ、俺絶対。超怖えわ。まあ、ここにいるってことは、右は大丈夫でしょう。うぃ、大丈夫だと。はい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 。だいたい構造というか、そうですね、構造が分かってきましたね。はい。なるほど。ここが入っ、暗くてよく見えない。うすす、入ったんかい、便座。便器がある。暗くてよく見えない。懐中電灯って、おい、コイン。あれ？これ絶対コインじゃない？コインっしょ。絶対そうだと思うんだけどな。懐中電灯的なやつがあるんでしょう。で、電池が入ってないやつですよ、多分。もうね、これと合成するんですよ、多分。うつい、なんだこれ。何これ。絶対強力な武器が保管されてるところよ、これ。最後の鍵じゃないと開かないとこっすよ、これ。なるほど。はいはい、オッケーオッケーオッケー。うっす、びっくりした。タップして、自分でタップしてびっくりするわ。何をビビってる。ああ、で、ここっすよね、多分。これ、ああ、鍵が、これはさすがに使えるでしょうと。うし、開いた、ナイス。ナイスナイス。これ、ああ、そうっすよね。これコインっすよね。お、懐中電池。ああ、電池、ほら、電池。うつって、電話。ちょっと待て。怖え。後ろで鳴ってるよ、これ。超怖えよ、これ。でっかくなってるよ、これ。怖いよ、怖いよ、怖い。どこ、どこ？怖い。後ろ向きたくねえ。超怖え。うわー、怖え。あれ？まさか。トイレ、まさか。怖っ。ういー、あれ？どこがいけ、あれ？ドア開かなくなってるぞ、これ。あれ？ああ！これが光ってる、光ってる。ういー、非通知設定？応答。ちょっと息。まだ昼間。俺撮っての昼間だから、まだ。夜撮ると怖いから。あれ？拒否でいいのかな？お、誰だ？そうだ、警察に。くそ、繋がらない。
電波が不安定なのか。一体ここはどこなんだ。ピコって。何ピコって。ああ、ピコ上メッセージ、おはよう。ああ、こんなのもあると。なんすかこのアイコン。ああ、手に爪が赤く塗られてると。なんかドラゴンに見えちったよこれ。なんか横ドラゴンがフシャーみたいな感じで横向いてる感じしちゃってさ、 RPG ばっかやってるからそんな感じになっちゃうんだよ。よし、でなんだ、俺は電池を手に入れたんだと。違う、そう、電池も手に入れたと。懐中電灯と電池で合成だぜ。明かりがつくようになった。オッケー。あ、右下出てるじゃんこれ。ウィーとウィーケイケケと。よし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 。でもこれ明るくなると怖えんだよな。明るくなると怖えからな、一気にな。ういっす。で、探していく感じですかね、これで。うわっ！くしょー！これ、超びっくりした、これ。これ、あの手前の手すりのやつね。トイレのめっちゃびっくりしたわ。な、うえいえ、あなたと遊びたい。一緒に見てくれたらコインを1枚あげる。私からの愛のプレゼント。いや、遠慮しておきますと。いや、これ、広告でしょ？広告でしょ、多分。いやいや。犯人、なんか多分この主人公は捕まったんでしょうね、その犯人に。で、その犯人からの愛のプレゼント広告って、急にそっち側の人間に見えてきてね。人間っていうか怖いわ、そっちの方が怖いわ。急にそっち側の人間になっちゃったみたいなね。で、まあ、懐中電灯でいろいろ探していくんでしょうわ。っていうかさ、こっから行くのか。あったところは、あ、なんかあるぞ。お、これか、これかって。なんか4桁入れるんでしょう。まあしらみつぶしにやる方法もあるけど、まあさすがに無理でしょと。時間かかりすぎだと。特に気になるものは入っていない。床掃除用のブラシだ。おし、装備しようぜ。ヒノキの棒よりかは強いと。ウィッツ、水は出ない。洗剤もある。何とも言えない臭い、え、匂いが立ち込めている。ああ、まあ匂いは大丈夫ですよ。もう鼻が曲がりそうな臭いカレーの匂いとか嗅いでますからね。で、キャリーバッグも特に、あ、でこの上のあれ、再生が多分あれでしょう。再生するとコインもらえると、そういうことですよね。はい、オッケー。なので、こっちでしょうかね、とりあえず。あ、でもここはオンオフ変わんないんですね。まあこのオン、あ、一回見ます。オンオフで、うわー、こいつ絶対覗いてるわこいつ。はい、ちょっと見ます。キラーン、音が鳴っただけ。覗いてるやつがいると、あいつ捕まえたんでしょう。ということで、まあこことかね、これとかね、下とかなんか赤いのとかあるから、これらをちょっと次回から見ていきたいと思います。まあいつもよりね、ちょっと短めな動画でどんどん刻んでいって、どんどんアップしていきますので、ぜひよろしくお願いします。テッシーでした。